それから本と、これ面白いですね。トラップコレクション、シーコレクション、アイテムコレクション、ケラスターコレクション、モンスターコレクション、シーコレクション、スレルコレクション、あとソードワールドリプレイ、これが面白いな。あとはトラップコレクションのこれ、これも、これはあれですね、クワット姫さんですね。これがエロいですね。誰だか忘れたけど、モンスターハーフ、ドラゴンハーフとか、あとは面白いよこれ、トンネル&トロールズルールファンタジー RPG ルールブック、これは役が面白くって、それ普通の松明とか絹のルーブ、麻のローブ、予備の油袋、膝前のブーツ、ふくらはぎのブーツ、サンダル、カヤツキ、鉄釘、普通の魔法で、特別な魔法で、ちなみに特別な魔法では5000円もしくは5000倍、金貨5000倍もします。あ、直刀、グレートソード、両手用ブロードソード、この辺珍しいかな。フランベージュ、パターン、パターンって何ですかね、超型あるってことなんですけど、非常に変わったかな。ティルビーチ、エストック、レピアも入れればよかったなと思って。伸ばしたブーディング、熊手、レイク。超大型、大型、中型。クロホビット、炎の魔悪魔、吸血鬼、狼男、で魔法が面白い。魔法、魔力感知、閉じよ、鬼火、ノックノック、そこにあり、これでも暗い、ちなみにこれでも暗いレベルでかけたものになりますというわけで、これでもかレベル1、これでもかレベル2、これでもかレベル3、これでもかレベル4、これでもかレベル5とかって言うんですかね。死の刃、鑑識眼、操り人形、姿隠し、猫目、ノロマ、イダテン、蜃気楼、ミラージュ、回復、魔剣、蛇作り、呪い、厄払い、または泥だ泥だ、石だ岩だ、夢紡ぎ、魔法破り、炎の嵐、氷の嵐、翼、治療、不安まですね、これ。毒を持て、毒を制す。瞬きの色を間抜け。能力売約、結界、所有。大間抜け、粘土、王、神よ。ケア、ディアゴッド、ESP、ESP、そのままだ。幻覚破り、コアムジン。幻覚、千里眼、炎の壁、氷の壁、岩の壁、この絵すごいですね、石の壁。あと面白いのは、シーコレクションっていうのが、これが、アクアト姫が買ってるんだ、よし、
あれだ、なんだっけ、ちゃんと物語になってて結構感動するんですよね。アイテムコレクションも結構感動するんだよな。これも結構感動しますね。それから、スペルコレクション、これが絵がすごくて、ほら、今はときめく、ときめかないか、今はときめかないんですけど、天野秀之さんが描いています。かっこいいですね、天野さんの絵は。これ違うけど、ここにないかな。あと、これの中に、サモンデビルってのが出てきて、これは、あとメテオスウォームって出てきて、そっちに後の FF や女神転生に影響を与えた本だと思います。以上です。あと、週刊魔法が出てくるんだよな、初めてこの本で。歴史上。これ FF に与えたよね、今日。サモンなんだっけ、サモン、サモナーだったの、すべてサモン。